ピーマンを食べやすいサイズにカットします。パプリカもピーマンと同じようにカットしていきます。厚揚げは角切りにカット。ニンニクはみじん切りにカットします。フライパンにごま油を入れ、ニンニクを入れていきます。厚揚げを入れ、焼き色がつくまで中火で炒めます。先ほど切ったピーマンとパプリカを入れてさっと炒めていきます。酒、醤油、オイスターソース、鶏ガラスープの素を入れ炒めていけば完成です。